解いてるだけでは伸びません。今日のテーマはこちらです。どうも石戸です。本日はですね、何をお伝えするかというと、解きまくるの悪ですね。解きまくるの悪について説明したいと思います。これはですね、どういうことかというと、よく塾生の方や、あとはですね、メールで質問をいただくんですけれども、解けば上がると思っている方が非常に多いんですよね。もう何度も何度も問題を解けば上がると思っている方がめちゃくちゃ多いです。ただこれは違うんですよ。なぜならば、もし問題数に応じて、解いた問題数に応じて成績が上がるのであれば、太郎は存在しないですからね。たくさん浪人する人は存在しません。たくさん浪人してる人って問題たくさん解いてる人多いじゃないですか。だけど上がらないっていうのは、何か間違った勉強法があるわけですよ。したがって、解きまくれば上がるっていうのは違うんですよね。ここをですね、ぜひ押さえていただきたいと思います。じゃあですね、どうすれば上がるのか、解きまくっても上がらないのであればどうすればいいのかというと、これはですね、たった一つのことを意識してやればいいんです。それは何かというと、なぜ間違えたか考えることです。なぜ間違えたか考える。間違えて答え合わせして、あ、こういうことねって分かった終わりじゃなくて、なぜ間違えたかを考えることが大事なんですよね。言い換えるならば、どういうことかというと、インプットの問題点を明らかにして改善方法を考えるってことなんですよね。これどういうことかというと、問題を解くっていう行為は2つの工程に分かれるんですよね。何かというと、インプットとアウトプットです。それ何かというと、このインプットというのは覚える、理解するっていうことですね。いわゆる分かるにあたることです。そしてアウトプットっていうのは、さっきの覚える、理解するということを実行に移すということですね。すなわちこちらができるってことです。分かるとできるっていうのがインプット、アウトプットです。できなかった時に、できなかったっていうのはアウトプットができなかったってことですね。こちらに問題があるんですけど、こっちのインプットの方に何が問題点があったのかっていうのを考えることが大事ですよね。もちろんアウトプットだけに問題があるかもしれませんけど、多くの場合はこちらの分かる部分に問題があるので、なぜできなかったのかっていうのを意識するといいですね。おそらくピンとこないと思うので、具体例を挙げましょう。例えば何かの問題を間違えたときなんですけれども、同じ間違えたでも、そのなぜ間違えたかは人によって違うんですよね。例えば、公式を覚えていないからできなかったであったり、間違えて捉えていた、公式を間違えて覚えていたからできなかったりだったり、他には、公式は覚えているけど使えることに気づかなかったということが原因であったり、あとは時間が足りなかったということも考えられますし、他には条件を見落としていたということも考えられますよね。他にはもう思考放棄していた、もう見たことがないからもうどうせわからんと思って思考放棄していたというケースも考えられますよね。このように今挙げただけでも6つできなかった原因があるわけです。それは人によって違うので、その自分がなぜできなかったのかっていうのを考えることが大事ですね。そしてそのなぜできなかったのかが分かれば、そこからどういう行動を取ればいいのかを考えるといいです。つまり先ほどの例で言うと、例えば公式を覚えてなかったであれば、公式を覚え直す。で、何度も覚えてるけど、また今回も覚えきれてなかった場合であれば、どうやったら覚えれるかっていうのを考えればいいですね。例えば語呂を使って覚えるであったり、本質を理解するようにするであったり、あとは試験が始まる直前に見直すであったり、いくつかの行動があると思うんですけれども、原因がわからないとその行動って導けないので、まずはですね、原因分析することが大事ですよね。他には、例えば間違えて捉えていた場合であったら、おそらく公式への理解が足りなかったわけですから、その理解をし直すが行動になりますよね。他には、使えることに気づかなかった場合であれば、その公式を覚えるだけでなく、どういう時に使えるかっていうのを今後意識して勉強するといいですよね。あと、時間が足りなかった場合はどうすればいいかというと、時間が足りるようにすればいいですよね。それは当たり前やって話ですけど、じゃあどうやってやればいいかというと、またここもなぜ時間が足りなかったのかを考える必要がありますよね。場合によってはその問題自体ではなく、その前の問題にすごく時間がかかっていたのかもしれないですし、もしくは最初に違う方向に行っていたのかもしれません。最初に違う方向に行っていったのであれば、なぜ違う方向に行っていったのかを考える必要がありますよね。
そして5つ目の条件を見落としていたであれば、例えば問題文に条件が出てくると丸をつけるとかっていうのが行動として考えられますよね。他にも最後に例を挙げた6つ目の思考放棄していた、見たことがない問題だと思って考えるのをやめていたというケースであれば、見たことない問題でも場合によってはできるということを頭に入れて、しっかり思考放棄せずに取り組むという行動をすればいいですよね。このようになぜ自分が間違えたかが分かれば、どういう行動を取ればいいかっていうのが分かるので、ぜひですね、このなぜ間違えたかという問題点を明らかにするんですね。そして多くの場合は、先ほど申し上げた例で言うと、このインプットの方に問題点がある。アウトプットよりもインプットの方に問題点があるので、このインプットのどこが問題点だったのかということを考えて、それの問題点を解決する解決策をですね、行動に落とし込めば、確実に成績が上がるようになっていきますね。たくさん解いて上がるという人ももちろんいます。ただ、そのたくさん解いて上がる人っていうのは、無意識のうちに、このインプットの問題点を明らかにして改善方法を考えるってことができているからだと思いますね。ここを考えずにですね、闇雲に問題を解いても成績は上がらないです。ぜひですね、このインプットの問題点を明らかにして改善方法を考える。まあ簡単に言うと、なぜ間違えたかを考えるってことを意識してですね、問題演習に取り組んでいただけたらと思います。本日はですね、解きまくるの悪について、たくさん解きまくっても成績は上がらないということについてお伝えいたしました。さて、本日の石の日程でいかがだったでしょうか。本日は解きまくるの悪、解きまくっても成績は上がらないということをお伝えいたしましたね。解いただけでは成績は上がらずに、間違えた時になぜ間違えたかを考えることがポイントでしたよね。具体的には、間違えるっていうのはアウトプットができなかったってことなので、そのアウトプットができなかった理由、インプットのどこが問題点だったのかを考えるってことが大事ですよね。そしてできなかった場合でも、その原因は人によって様々です。ここの動画では6個のことを紹介しましたけれども、他によってはまだ別の原因も考えられます。その原因がどれだけ正確であるかが、その問題ができるようになるかのどうかの鍵を握ります。ぜひですね、あなたも、ああ間違えた、答えこうか、ああそうかで終わるのではなくですね、なぜ間違えたのか、どこに問題があったのか、そしてそれはどうすれば今後解決するのかということをですね、意識していただけたら、成績がどんどん上がっていきますので、ぜひですね、この点を意識していただけたらと思います。ああなるほど、そこまで意識して間違えた時考えてなかったですね。ありがとう人よ、ありがとう人よと思った方はですね、ぜひ高評価ボタン押していただけたら大変嬉しく思います。またですね、石とのインテリではですね、このように役立つ勉強法や学習内容の動画や、ちょっぴり役に立って面白い動画を配信していますので、この機会にですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またですね、この確実に成績が上がる勉強法をですね、 SNS で Twitter、LINE、Facebook、Instagram などで拡散していただけたら大変嬉しく思います。それではですね、このインプットの問題点を明らかにして改善方法を考えるということを意識した上で、たくさん問題を解いていただけたら、みるみるあなたの成績が伸びていきますので、ぜひですね、この点を意識していただけたらと思います。この勉強法を使っていただいて、あなたの成績が爆伸びすることを心より祈っております。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。チャンネル登録はこちら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 。